まん食べたらスーパーマン、みんなも踊ればピーターパン。来ましたよ。はい、来ましたね。久しぶりのクレーンゲームですよ。はい。そして今日もお宝発見一の目店さんで、はい、クレーンゲームやらせてもらおうと思いますよ。はい。はい。そしてモクンさん。はい。今日モクさんやってくださいよ。はい、はい、わかりました。はい、そして僕もね、どうしてもね、ずっと欲しかった、はい、クレーンゲームがようやく導入されたんで、はい。それを取りに行こうと思いますね。はい。ピーターパンは。そういうことですね。どうですか？はい。決まってますか？決まってますね、ポーズ。はい。じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。はい、もくんさん。はい。宝発見一山店さん。はい。中入ってきましたよ。そうですね。はい。久々のクレーンゲームです。そうですね。そして今回これですよ。もうオープニング通りですよね。そうですね。はい、推しの子有馬かな、ピーマン体操バージョンですよ。はい。もう僕ね、僕の推しの子ですよ。有馬かな、はい。そしてね、ピーマン体操ロリカナですよ、これ。もうモックさんたまんないですよね。まあそうです、ね。イコール僕もね、ロリなんですけど。僕ね、フェイクバージョンのこのカナちゃん持ってるんですけど、はい、もうピーマン体操欲しいんすよ。可愛いですもんね。これめちゃくちゃ可愛い。はい、このデフォルメ感がね、ちょうどいいんですよ。そうですね。うん、やっぱね、ロリカナじゃないですか。はい。やっぱ幼いじゃないですか。幼少期ですよ、幼少期。はい。ね、もうそうしがないね、はい。幼少期のままじゃないですか。この二頭身が。そしてこのね、このスタイルですよね、これ。はい。でも、ピーターアタンのところなんで。そうですね。はい、もう、決めですよ、これ、はい。決めのポーズですよ。でもウィンクして撮りましょうか。はい、撮りましょう。見てください、僕さんこれ。はい、初め出し。そうですね、はい、一般的な一般的なやつですよね。さあ行きましょうか。はい、もうね、撮りましょう、撮りましょう。結構ね、ギリギリで振りますんで全然ギリじゃないですけどね。さあ、どうなるかな。ああ、なるほど。重心がどっちかですよね、問題は。そうですね。ただまあ、フィギュアの形からすると頭の方が、ね、間違いなく頭の方が重いですよね、これ。はい、これ多分逆に振っちゃってますね。確かに。はい、まあでも分かんないんで、はい、やってみないと分かんないんで、こういうのはね。はい、でしょうか。さあ、次はじゃあこっちに振りますね。はい。何かの間違いで落ちるかもしれないですからね、こういうのは。まあ、そういうのもあります、ね。そういうのもありますよ。はい、僕もね、あまたのクレーンゲームやってる男なんで、うまいですね。で、これで、今度振るんで、左に。ほら、振った。ほら。だいぶ前来ましたね。来ましたね。もうね、イメージ的には、この前のバー、一番前のバーあるじゃないですか。はい、このバーに、かなちゃんを乗っけるぐらいの勢いがいかないとダメなんで、これはね。さあ、次はね、こっちに振りますね。よし、来い。結構ね、これ攻めてますからね。おら、ちょっと縦壁ですね。はい、縦壁からの、あ、縦壁になりましたね。綺麗な縦壁ですね。そうですね。あ、かなちゃんの後ろ姿が見えるようになったんで、はい、綺麗な縦壁ですよ。あ、伊藤さんやったなと思ってるじゃないですか。はい、思ってますよね。ちょっと思ってます。思ってます。はい、これやったんじゃないですかね。よく見てください。結構ね、これ横に倒せば、はい、ポンと、まあまあいい感じの縦はめになるんですよ、これは。わかります、はいはい、調整したんですよ、今の、はい、立てて。そういうことですね。わざとさん。わざとです、はい。これだから、素人は困る。いつも言いますけどね。はい。あと、このままね、素直に倒しましょう。ね。はい。はい。素直に倒しましょう。素直に倒しましょうね。さあ。ほら。これがクレーンゲーマーで、さすが伊藤さんですね。今とりあえず思いましたよね。今はちょ、はい、やっぱりな、これだから仕事困るんですよ。もう僕はあれを予想して立てました。はい、あ、そういうことだったんですね。はい、母ちゃんゲットです。さすがです、伊藤さん。ありがとうございます。はい、じゃあ次僕からお願いします。はい、わかります。尺ちょっと短いんで、はい、ちょうどいいと思います、ハマっても。いや、ハマりたくない。今回は最後までちゃんと載せますんで、はい、撮ってくださいね。はい、これですか。そうですね、はい。なんすか、往復袋。往復袋です。へぇ、何が入ってるかちょっとわかんないっていうやつ。でかいっすね、しかも。はい、
実はこの前あの、はい、動画関係なしに私個人的に来て撮ったんですよ。そうなんですね、はい、そしたら中すごいお得なものがいっぱい入ってたんで、じゃあこれ撮ったら中見せてくれます。そうですね、はい、いいですね。あと結構みんな聞いたこといますからね。だと思いますよ、はい、で設定がモンクさんこれ逃げましたよね、これ。あの普通の橋渡しやってくださいよ。いやいや、これもこれで難しいんですよ。あ、そうですね、わかりました。じゃあこれ、行ってください。はい、トライもやってくださいよ。はい、わかりました。これもハマるときはまりますからね。そうですね、はい、じゃあ行きます、お願いします、はい、さあ、まあでも一発の可能性もありますからね。そうですね、運が良ければ一発で行けます、うん、そんな運がモンクさんにあるわけじゃない。で、そうしてやれば、まあまあまあ、まあまあまあ、まあまあまあ、1回目だって。こんなもんですか、ね、いいじゃないですか。おおおおおお、まさかまさかまさか、あー、惜しい惜しい、クソ惜しい。で、僕さん、あの、はい、さっき言わせたんですけど、はい、あの昨日僕お宝発見一番さんに来て、はい、撮影許可取りに来たんですよ。はい、で、お兄さんいて、いつもの、はい、あの明日撮影お願いしますって来たんですよ。はい、笑ってましたよ。お前らまたやるの。おおお、これは入ったんじゃないですか、これも。まさか、うわぁ、マジで、やったー、うわぁ、マジで、やったー、うわぁ、マジで、やったー、うわ、ムカつくわ、なんか、うわ、やられた。まあ、1分に、約2分しかないんですけど、まあ、多分引かさい、中を変える。あ、そうですね、はい、ピーマン体操、始まるよー。ピーマン食べたらスーパーマン、みんなも踊ればピーターパン。はい、じゃあ伊藤さん、はい、今日の成果を報告しましょうよ、皆さんに。いや、今日はですよ、はい、なかなか取れ高はあったんですけど、はい、時間が短い。なんでも今日はもう僕のビーマン体操で、はい、皆さん癒されてほしいですね。そうですね、はい、そしてね、今日は本当にうまいこと取れたなと思ったし、はい、モンクンさんがいいじゃないですか、金使ってくださいよ。いや本当にみんなお金をジャブジャブ使う動画が見たいんですからね。いやいや、僕のチャンネルの場合は、はい、まあそうです、ね、その攻略とかそんな誰も求めてないので、はい、あのジャブジャブお金を使って、もうジャブジャブと、あのもう喋る気力もなくなるぐらいお金を使ってくれると思ったんですよ。いや専用車とかもいろいろあるんですけどね。そうですね、まあちょっと本当取れたらいいんですけど、はい、なかなか難しい撮影曲が。そうですね、はい、もうクレーンゲームまた来ましょうよ、はい、またね、来週あるんですよ。また来週ですか。あるんですよ、重曹ちゃんが出るんですよ、今度。欲しいんですよ、重曹ちゃんが、はい、最近僕はもう推しの子にどっぷりハマっちゃってるん で、 で、ね、単行本買っちゃってましたからね、はい、もうあれだけね、僕単行本は読まないと決めたんですよ、はい、心に誓ったんですよ、はい、もうね、アニメで進行していこうと、はい、我慢できずに買っちゃいましたよ、全部まとめて大人買いしちゃいましたよ、はい、もうそれぐらい今ハマってるんでね、はい、あのいろいろ と、 ちょっとフィギュアとかもちょっと欲しいなと思ってるんで、はい、クレーンゲームだったりとかね、市販品だったりとかも、はい、欲しいなと思ってますね、はい、じゃあモクンさん、はい、最後にいいですか。はい、開けましょうよ。そうですね、今日の成果を報告しましょう。そうですね、これ開けましょうよ。この開けていいですか。あ、いいですよ、はい、いいですか、はい、開けますよ。はい、開けてください。もうだってモクさん今日勝ちですもんね。まあそうですね、いきますよ。400円くらいで取りましょう。おお、これはハンドドンのお菓子は入ってない入れ物ですね。入れ物なんです。入れ物です。はい、はい、いいですね。次いきます。ほい。もうバナナネット。あ、ブルブル。あ、ブルブル。これバイブレーションです。あ、そうなんです。バイブレーションです。これも伊藤さんにあげるしかないんです、はい。ちょっと弱いですね、僕のバイブレーションね。ピーマン体操かと思いましたね。これちょっと一瞬ちょっと思いましたよね。ボチラノック。あ、はいはいはい。かわいいですね。そうです。ちょっとピーマン体操っぽいですね。はい。ゴジラですね。お、モンクさん、これすごいわ。まだ入ってます。ありますよ。ゼリー。ゼリー。これ一度僕もらうわ。じゃあ、お中元ということで。はい、ここがフィギュアです。お、いきますよ。はい。まずこちら。でねー、何かわからない。わからないです。ワールドダイスターですよ。ワールドダイスター。まあ、なんかの、まあ、キャラでしょうね。そうですね、はい。うん、カトリナ・グリーベルさんですね。カトリナ・グリーベルさんですね。はい、まだありますよ、モンクさん。まだ。開けもちゃんもダメですよ。はい。いきますよ。デデンスポイファミリー、ああ、いいじゃないですか。これいいですよね。いいですね。だってモックンさんこれ取ると多分4000円かかりますからね。まあそうですよね。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まだあります。まだあるんですか。まだ入ってますよ。これラスト。デデンスポイファミリー。さすがロイドですね。そうですね、はい。なんで結構いいじゃないですか、これ。はい。これやっぱりお得なんですよ。そうですよね。はい、お得なんですよね。でモックさん言うじゃないですか。はい、モックさんたまたま取れただけですからね。たまたま。ね、これやっぱり2003年使う方もいますからね。まあそうですね、はい、まあ、モクさんちょっとまた今度橋渡しやりましょうよ。これ
ダメですよこんなの。逃げですよ逃げ。いやクレーンゲーマーとしての冒涜ですよ。俺いつの間にクレーンゲーマーになったんですか。まあでも本当にお宝発見ジョブネさん、はい、こういったねあの福袋であったりとかね、はい、もういろんなものもありますし、いろんな宣伝本がありますので、はい、皆さんぜひとも遊びに来てクレーンゲーム、そしてフィギュアとかもめちゃくちゃ売ってるん で、 そうです、ね、もう実は僕もねブラショの動画がすごく撮らせてほしいんですよ、はい、もうそれぐらいスケールフィギュアがめちゃくちゃ置いてあるんで、はい、皆さんぜひともお盆休みとかも使ってね、はい、あの遠くからも来てもいいかなと思いますんで、そうですね、ぜひとも遊びに来てほしいですね、はい、はい、じゃあそんな感じで今回のお会いいただきます。神チューブの神の伊藤でした。よろしければグッドボタンと仲良くなるためのおまじないよろしくお願いします。ピーマン体操始まるよ。ピーマン食べたらスーパーマン、みんなも踊ればピーターパン。ちゃんと減らないですかね。